どうもゼロプロです。よろしくお願いいたします。さっさっ本日は早くも大好評第2弾ツイステにしろツイステっていうのはアニプレックスとディズニーが共同開発したゲームアプリで、ディズニーのヴィランズをモチーフにしたキャラクターたちと寮で過ごすみたいなゲームらしいんですよ。合ってる？大体なんとなく。でそのアプリではバトル要素があったり音源要素があったりストーリー要素があったりなんていう結構幅広いジャンルで楽しめて、今ね結構女性の中ではかなりトップの人気を誇っているゲームアプリなんですよ。詳しくはね第1弾のツイステミリシラを見ていただければと思います。今から3名出すキャラクターそれぞれを各寮別に分けてください。なるほど、はい、イデア・シュラウド君です。性格も書いてあるんや。引きこもりオタク、陰キャ、もうなんか僕ららしいキャラクター、ね、なんか仲間意識芽生えちゃうよね、うん、寮長なのに会議にも入学式にもタブレットにてリモート参加、うん、すげえ。ソーシャルディスタンスじゃん。ちょっと言えないんだけど。何も言えない。CV 内山幸喜です。知らないっす。弟が大好きってことは兄弟だよ。2人とも声ちっちゃいよ。だってどこがどこモチーフだったかがね。トム・フィオーレが白雪姫で、ディア・ソムニアがゲド戦記、リグニハイドがハリー・ポッターだったよね。そうめっちゃ失礼じゃん。全然考察とかじゃなくて雰囲気でしかないんだけど。雰囲気当てでしょこのゲームは。ジーザス的には漂う陰キャ臭が理系っぽいからポム・フィオーレだと思います。ネクラそうだからリンゴに毒とか混ぜそうみたいな。ネクラの人のことバカにするじゃない。でも陽キャはそんなことやらんやん。物理だからもうそいつらはサバナクローだから。サバナクローは陽キャで、その反対っぽいからポム・フィオーレかな。なるほどね。私はこの髪の毛の感じが最初オクタビネルかなって思ったのね。でも寮長って書いてあったから寮長もう前回出たなって思ってディア・ソムニア。なんでかっていうとマレフィセントは緑色の炎を吐くんですよ。で髪の毛がどうも炎にしか見えない。もしかしたらそんな感じなんじゃないかなって思いました。うっそ。彼リグニハイド寮です。え、炎解釈違いなんだけど。これビル・シェーンハイト、フォロワー500万人のマジカメグラマーです。何それ何それ。この世界のインスタ的なものです。ああ、はいはい。フォロワー500万人ってちょっと盛りすぎじゃない。モデル、完璧主義で手抜きが嫌い、化粧品作りが得意で肌につけて10時間経っても潤い続ける化粧水を作った。え、やばそれはくれ。え、でも分かった。マジ。うん、やはり前回編集したおかげで結構知識はあるよ。まあでもなんかインスタとかってちょっともうちょいアップで見せてもらっていいですか。近くに見せてもらっていいですか。これラッキー問題じゃない。うそ、あれ解釈違い2。もう黒手袋。うん、じゃあ僕はまたまたポム・フィオーレ寮だと思います。一応僕の考察としては背景にリンゴがあるっていうのと手袋つけとるんすよ。ってことは多分リンゴに毒がついとるとかだと、毒が手につくのを防ぐために手袋をつけとるとか。あ、でも気になるのはフォロワー500万人っていうのはちょっと文系っぽいよね。何、文系に恨みでもある。私もポム・フィオーレ寮です。後ろのリンゴは多分ね眉毛で隠し損ねたんだよね。まあそんなことより前回ポム・フィオーレ寮の説明をされた時に美意識がめちゃくちゃ高い人の集まりっていう話をしてたの。肌につけて10時間経っても潤い続ける化粧品を作るってなったら、やっぱそんだけ美意識高い人じゃないと肌の乾燥に対してねそこまで思わないと思うの。男性だしね。ってわけでこちらだと思います。お見事です。イエーイ、やったシルバー君です。え、名字ないの。ないです。え、いやこれは記憶一回失ってますわ。拾われて名前つけられてんね。いや自分から生きてったのかもしんないよ。俺はシルバーって言ってこうやって廃材所から登ってって置いてあるマントかぶってって、誰にもわからんってやめたもんね。こうやって趣味は鍛錬、特技は剣術、部活は馬術。でもこの人も手袋つけとるんよ。手袋関係ないと思うんだけどな。でも高校で手袋つけるってよっぽどじゃないでしょ。普通の高校じゃないからね。でも顔つき的にサバナクロはなさそうじゃない。でも名字がないっていうところからライオンキングっぽさはない。
何どういう意味背景がねヒントにならないかな。背景は全然ならないですね。ならないのか。ちなみにめちゃめちゃ大ヒントあるんですけど、はい、こう動物に好かれる体質、どこでも眠ってしまう。いやわからんわからん。これはディズニー見て勉強しないと。いや僕ほんと自信ねえな。すいません、また見当違いのこと言うと思うんですけど、シルバーくんはハーツラビュルリオだと思います。じゃあ理由がシルバーっていう名前だから多分白髪だと思うんだよね。不思議の国のアリスのウサギ、めっちゃ急いでめっちゃアリスに怒っとったような記憶があるから、それでムスッとした顔なんかなと思って。あーなるほど。私の答えはこちら、ディアソムニア寮だと思います。理由は背景が眠れる森の美女のオーロラ姫が隠れ家みたいなとこに住んでた背景にめっちゃ似てるのね。特技は剣術、部活は馬術っていうところが王子様と一緒だなって思ったのね。王子様は最後マレフィセントのことを剣で刺すし馬で立ち向かっていくのよ。だそこがそれに近いなって思ったのと、ワンチャン眠れる森の美女の王子様モチーフなんじゃないかなって思いました。あ、だからどこでも眠ってしまうってこと。うん、眠っちゃダメだけどね。ゼノお見事。やったー、すげー。モチーフとか細かいことは分かんないですけど、多分そうなんじゃないかなという考察はできる。これディズニーしてる方がやっぱ得だね。イケメンってことだけは分かる。カラビア寮2名のユニーク魔法それぞれ答えてください。うわー、これはさ、ディズニーの知識全く関係ないよな。これね、だから僕にも正気があるんよ。カリム・アルアジームくん、2年生の寮長です。アジームというネッサの国の有数の大富豪の跡取りだ。ほう。4年前に2週間昏睡状態になる毒を混入された有数のお金持ちの跡取り息子なんで、命狙われることがあるらしいです。なんでちゃんと学校でも付き人と毒味役とかしっかりいます。技の名前を聞きたい。枯れない恵みと書いてオアシスメイカーです。それはもうこれじゃないですか。なんかね、安直に行きたくない。でもこれってあれしかなくない。今までの魔法も結構バラバラだったもんね。ハートの輪っかを首にかけたりとか、砂に変えたりとか、狼になったりとか。いや僕こういうね、褐色の白髪の見た目めっちゃ好きなんや。初めて知った。でもこれは第一問だし、名前も単純だからあれしかないのかなと思うよ。多分ね、ヒントもね絶対与えてくれてるの。眉毛は僕もそう思っとる。カリブくんのユニーク魔法は毒なども流せられる奇跡の水を作る的な、これはメタ考察になるんですけど、眉毛のねこの問題、今までねヒントを必ず説明文に入れてくれてるんだよね。わざわざこの4年前に昏睡状態になる毒を入れられたっていうことを何もなしに書かないと思うの。いつも死と隣り合わせであるってことは、それを浄化できるようなものを作る回復的なものをできるようになったんじゃないかなって。で僕はオアシスメーカーはそのまんまなんだけど、雨を降らす能力だと思う。っていうのはネッサの国で大富豪になるには何が必要かって考えると、水を生み出すことができれば大富豪になれるんですよ。で毒味役がおるってことは自分で毒を直せんが、だから毒ではないだろうなと思ってこっちかな。うわ、ありそう。正解は少しの魔力で大量の雨を降らせる。すごい、やった。ポタちゃんすごい。言うて天候操作ってめちゃめちゃ強いよ。ティナさんと戦わせてみたいよね。じゃあ続いて、ジャミル・バイパーくん。名前がもうヘビなんだよ。髪の毛もちょっとヘビっぽくない？うん。で彼はカリムくんの付き人として、身の回りのお世話から料理だったり毒味役まで全部一人でこなします。もう小さい頃から使用人として生きろって言われるの結構酷じゃない？しかも同級生もね。ねえ、なんかいろんなドラマがありそうよね。ありそう。ちなみに技名はヘビのいさない、スネークウィスパー。ウィスパーってなんだ？妖怪ウォッチのあの動きしか出てこないんだけど。うん、僕もそれしか出てこんの。でも彼はね、使用人っていうところがね大事だと思うんだよね。さっきは王族になった理由がある魔法でしょ？代々使用人として使えるってことは、そういう魔法を同じく持ってるんじゃないかな。カリムを立てるために実力を隠している。で、下手すりゃカリム君よりも魔法優秀かもってことでしょ？カリムを立てるために実力を隠してるって絶対悔しい思いいっぱいしてるでしょ。それかもうそれすらもう払拭するぐらいカリムを愛してるのかな。そういうちょっと闇深い感じ？闇深いか？友情的な。コトホの海みたいな。小鳥ちゃんね、だから。そう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 。そうか、この子は南小鳥なのか。誰か突っ込まない？わからんな。なんかヒントとかない？
ヒント、もし自分がこれを持っとったらっていうあれでもいい、うん、めちゃめちゃ使いたいです。うわあ、じゃあ僕あっとくかもしんない。マジ、あのあんまり自信ないから。私からヘビのいざないって書いてあるからヘビを使うのかなって思ったんだけど、多分彼がヘビっぽいキャラで性格だと思うからそういう名前なだけなんだと思うんだよね。最初はねヘビを召喚すると思ったんだけど、眉毛がそれを使いたいって言うのかなって思ったらちょっと違う感じがしたんだよね。私が思ったのはある、ちょもう一回やらして。ある範囲内に入ると全てを浄化するお前浄化好きだね。浄化しかわからん。やっぱさ毒味とかするじゃん。だから彼が食べる料理とかを全部範囲内にこうポンって入れて浄化したりとか、雨を降らせてるところを水を全部浄水に変えるとか確かに2人で1人感あるね。そういや僕全然違って、直接手を汚さず相手を自己死させるとかなんか相手の後じゃん。そうそうそう、あの蛇使いっていうなんか職業か知らんけどそういうのがあって、笛を吹いて蛇をなんか操作するみたいな仕事があるんよ、うん、であとなんか童話かなんかで笛を吹いて子供を動かして、まあ、あの世まで連れてくみたいな童話があるんだけど、まあ、なんかその2つかかっとって笛を吹くことで相手を自由に動かすみたいな。あと召使いとしてもすごい優秀だと思う、うん、自分の競合相手をこっちのせいだと思わせずに殺すことができるから、エルがいない限りバレないもんね。そういうことっすなるほど、ポタちゃん惜しい。おマジちょっとちょっと、洗脳された人はその間の記憶はない。強すぎやろ。ハメフラで見たちなみにカリム君の飴はそのまま飲めます。ああ超美味しいらしいです。美味しい。じゃあ以上で前半終了です。え、はい、もう終わり？やだよ私今日何も見せられなかったというわけで後編もまた後日上がるのでチャンネル登録してお待ちいただけるととても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いなって思っていただけたらチャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。概要欄に前回のリンク貼っておきますのでぜひともご覧ください。絶対に泣いてしまう名シーンをアニ文字で再現してもらいました。うめっ、うわっここまだ笑うとこじゃないよ。これ10年後のさ夏とか言ってたけど、またお前10秒後にさ食べてくれないか。やったぞ、あれ起きた。